中村はじめ中母、中村一中は、安土桃山時代から、江戸時代初期にかけての大名。法規国与那護藩主、中村和氏の子、徳川秀忠より変化を受け、忠和と改名した。天正十八年、鶴河春府城主、中村和氏の子として誕生した。豊臣秀吉の死後、徳川派と、藩徳川派の中、豊臣家の三中郎である父。 一氏は、弱市、一中の将来と中村家の存続を願うかろう、横田村線の意見を聞き、寸布城下の村線内前屋敷で、徳川家康と会談し、東軍方に加わることを決めた。しかし重い病にかかっていた一氏は、関ヶ原の戦いの直前の慶長5年7月17日に死去した。関ヶ原の戦いの後の同年十一月、先の会談を踏まえた家康は、 11歳の一中に法規一国を与え、与名後17万5千国に移行した。さらに一中は法規神に任じられ、国持ち大名とされた。また、幼少の一中に、叔父の横田村線を、貢献役、失聖画廊として同行させた。村線は、年少の一中に代わって反省に携わり、城下町兵士の建設に拉致腕を振るった。この村線の手腕を妬み、 出世をもくろむ一中の側近、安井誠一郎、天野隆原は、村仙の排除を計画し、一中に還元を漏して惑わせた。慶長8年11月14日、一中は、正室清志明院との刑事にこつけて攻めを終わせて、村仙を中殺した。村仙の子、修女、野牛宗明らは、飯山に立てこもったが、一中は、隣国出雲松江藩主。 堀尾義春の女性を求め、これを鎮圧した。後日事件の報告を受けた家康は、自ら認じた村仙の殺害に激怒し、江戸幕府は、首謀者の安井、天野を吟味もなく即刻切腹に処した。また、側近の道上長兵、衛、道上長英門も、事件を阻止できなかったとの理由により、江戸において、切腹に処した。一中は、品川宿とめの謹慎に収め、 お構いなしとした。慶長十三年には家康から松平政を与えられたが、叔父村仙を殺したこと、また城内外からの陰口暴言にさなまれ、慶長十四年五月十一日、二十歳で急死した。故生の服部若作国とも、たるい陰湯のべ二名が巡視している。末期王子が認められていない時期でもあり、夜名ごはは改役となった。菩提寺の観王寺には、 一中と巡視した古障の木造が、貿域の御影堂に安置されている。中村家は、表向き断絶したことになったが、一中の側室が男子を生み、後に、稲葉鳥取藩主、池田三中に使え着座池田ちりの客分となる。六高百から百五十国。一世の子孫は、藩主の陪身として、明治維新を迎え、元当主、中村義和は、千葉県に在住し、 文家の中村忠文は、鳥取市で中村市会委員を開業している。一市一中一世紀吉木吉本義貞、吉春義江町いよいよ豊ノリ、平八江差し、明場、漫画、ありがとうございます。